スコット・スミスは、アメリカ合衆国の男性総合格闘家、ネバダ州リの出身、キャピタルシティ・ファイティング・アライアンス所属、元 WEC 世界ライトヘビー級王者、ハンズ・オブ・スティールの異名を持つ、2001年6月15日、プロ総合格闘技デビュー、2005年10月14日、WEC17 のライトヘビー級王者決定トーナメントで、 WEC に初出場。ティム・マッケンジー、テイト・フレッチャーに連勝し、王座獲得に成功した。2006年1月13日、WEC18 で、ジャスティン・レベンスと対戦し、TKO 勝ちで、王座防衛に成功した。UFC 初登場となった4月15日の UFC59 では、デビット・テレルにチョークスリーパーで一本負け。リアリティ番組。 ザ・アルティメット・ファイターのシーズン4に出演するも1回戦で、トラビス・ルターに敗れシーズンから脱落した。ナオコの出演に伴い WEC の王座を返上している。11月11日、フィナーレでは、ピート・セルと対戦。左ボディフックを受けダウン寸前に追い込まれるも、追撃に来たセルに、カウンターの右フックをヒットさせ、逆転小勝ちを収めた。二千七年二月三日、 u f c 六十七でパトリックコーテに判定負け。六月十六日の u f c 七十二でもエド・ハーマンに敗れ UFC からリリースされた。二千八年二月十六日、初参戦となったエリティックスクでカイルの奥と対戦し、右ストレートで小勝ちを収めた。二千八年五月三十一日、エリティックスク世界ミドル級タイトルマッチでロビーローラーと 対戦 3R にローラーのサミングにより無効試合となった7月26日の再戦では 2R にパウンドで TKO 負けを喫し王座獲得に失敗した2008年11月21日ストライクフォス初参戦となったストライクフォスデストラクションでテリー・マーティンと対戦し24秒で小勝ちを収めた年月日ストライクフォス シャムロック VS、ディアズで、ベンジー・ラダックと対戦、1.2ラウンドでは劣勢であったが、3ラウンドに、カウンターの右フックで逆転小勝ちを収めた。12月19日のストライクフォース、エボリューションでは、無敗のカンディーと対戦。バックスピンキックでダウンを奪われるなど追い込まれたが、序盤からの劣勢を覆して3ラウンドに、逆転の小勝ちを収めた。リーは、 プロキャリア初黒星となった。2010年6月26日、ストライクフォス、フェイド vs バードゥームでカンディーと再戦し、左バックキックでダウンを奪われたところに、パウンドで追撃され小負け。2010年12月4日、ウェルター級転校初戦となったストライクフォス、ヘンダーソン vs ボブルで、ポールデイリーと対戦し、 カウンターの左フックで失神小負けを喫した。ありがとうございます。